まして、自分は法政大学入学して俺に入りたいんですけど要は俺の4年の1年になる予定、それになりました、うんうんうん、で晴れてその役職になれた人もいれば、うん、残念ながらなれなかった人もいますみたいな、はいはい、なってからの方が大事じゃないみたいな、なってどうやって団を運営していくのみたいな、うん、振り返るとかフィードバックとかってみんなどうしてるのかなっていうところ結構確かに思っちょっ今日は久々の応援団だった人々、応援団、新人と応援団じゃいろんな話をするっていうやつがあるんですけど、今日は、まあ、とある、まあ、これは言えないですね、どうしてもね、事情があって、でも東京ではね、東京だね、東京のとある大学の俺の同期、山ちゃん来てくれました、よろしくお願いします。お願いします。ちょっとね、ちょっと副長とリーダー長とリーダー部長、リーダー部長っていうのがありまして、まあ、そういうところも手がかりで分かっちゃう人もいるかもしれない、知ってる人は知ってるぐらいでいいね、うん、よろしくお願いします、山ちゃんです。山ちゃんの応援団時代のまあちょっと話というか、はい、久しぶりに応援団の話したいと思ったんだけど、ちょっとなんか応援団時代の話とかある？なんかそうだね、応援団の時って結構下級生あるある、下級生あるあるで俺は絶対に団長になるとか、うん、リーダー長になりたいだとかね、うん、やっぱりその上の方の、うん、特に何人も多いとこだと、はいはいはい、やっぱこれやりたいとか、はい、あれやりたいって出てくるし、うん、少なくても2人しかいなくても、うん、どっちが団長になるのとか、うんうん、いろいろあると思うんですよね、うん、団長になりたいみたいな、なりたいね、少なかった人数、俺は全リーダー部だけだと全体で10名はいなかったですね、で同期は俺ともう1人、2人、あ、2人パターン、俺同期6人パターン、6人パターン、決め方何幹部役職の決め方はもう先輩がもう決めてくださって、それに入ってきた、うん、要は事例だよね会社でいうとこの事例みたいな、事例交付みたいな、だって出てくるんだ、だって、ね、通達で、通達、代替わりの前直前、もうほんと直前で、うん、その代交代の日の午前中みたいな、うん、あれは自分らの案は提出あり、まあそれは特にない、あ、ないね、東大知ってる、東大のやり方ってこと、うん、あんまり聞いたことない、東大自分ですよあ、自分で言う、ここいいとこは違うな、だから自分らでもう同期で話し合ってこれがいいんじゃねみたいな、あで決まるらしい、すごいな、やばくで俺たちは1回6月に3年の、うん、もう自分の希望と団全体、うん、同期全員で話し合ったこういう風に落ち着いたらいいみたいなのを出します、はいはいはい、1個上に、うん、で出して、で、あとは先輩からこれについてなったらどうするかとか来るから、そうやって書いて出して、で、まあ半年待ってるみたいな状態、そっか半年経つんだ、でもそのなんか自治ってむずいよね、なんか絶対俺が団長だと思うみたいなやつがいたから、俺同期にで、俺は普通に悪くんがいいと思ってたんだけど、なんかいや、なんで団長って言ってんだろうこいつはってやつがいたからもうそれをどうやって落ち着かせようかみたいな、あ、山ちゃんはそれに関してちょっとあるんだよね今日は、そうだね、教えてよ、で、いざなりたい、こういう役職になりたいっていうのがあったとして、うん、まあ、下級生の時みんな言うわけですよ、うん、まあ、1年、2年、3年になってももしかしたらね、言ってて、でいざ4年になりました、うんうんうん、で、晴れてその役職になれた人もいれば、うん、残念ながらなれなかった人もいますみたいな、はいはい、だけどまあ、決め方っていうのはそれぞれあるから、うん、まあ置いといて、うん、なりました、うん、で、なってからの方が大事じゃないみたいな、そうだよ、そう、なってなってどうやって団を運営していくのみたいな、うん、やってた後に振り返るとかフィードバックとかってみんなどうしてるのかなっていうところ結構確かに思ってて、確かにいざなりたく、団長なりたくて団長になったぞ、うん、で卒業した後、団長だったね、じゃあ団長の時何やったのみたいなとかってどういう風なあれでフィードバックされるのかなと思って、確かにそう、応援団そこ遅れてるわ、そう、うん、人事部の人とかですか、いや全然そんなのがないけどすごいねなんか確かになんかその分かんないけど俺も違和感あるけど、うん、まあ似てるよね、結婚して終わりの人たちみたいな、そうそうそう、ゴールがそこになってるんだよね、入籍のやつをインスタに上げて終わりみたいな終わりでなんかそうそうそう団長になった終わり、レギュラー取って試合出た
県1回戦負け終わりみたいな似てるわ。そう、そうじゃないよね。そうじゃない、そっからだろうみたいな。なんかこう生き続けてほしいのに、そうそうそう、ここに1回着地して落ち着く、落ち着いてもそっから伸びなくなってるみたいな、うん、それどう思う？それはね、良くはないんですよね。それは多分ね、良くない例だと思うんだよね。あ、分かった。じゃあ逆に山ちゃんは何を目指して下級生時代にマニフェストを公言しており、4年生になってどういう風にしたかっていうパターンを聞ける？俺自身の、うん、俺自身のはね、いやでも本当に大げさに言っていい、俺自身のは正直なとこね、結構あのね、結論から言っちゃうと、うん、俺が全くマジで頭そのパターンなのよ。そっちのできなかった方なのよ。何を狙ってたの？最初はね、最初はってよりはなんとなくやっぱ団長だったんだよね。ああ、団長になりたい、うん、やっぱり早期間飛ぶってかっこいいじゃんみたいな、あって思ってたんだけど、まあ僕は団長ではなかったのね、うん、まあ役職3つくらいなんだけど、うん、で、それでまあ副とリーチョーとリーダー部って3つくらいあって、うん、まあ、それぞれ、まあ、あの組織の中での役割だから、うん、まあ、それを全うしなきゃいけなかったんだけど、ね、うん、いざそのなった時に、うん、そのこうしていきたい、ああしていきたいっていう、その自分がやりたいことみたいな、こういう風な応援団にしたいってことをなかなかうまく外に表現できるタイプじゃなかったから、はいはいはい、考えはすごいしちゃうけどね、いろいろ考えてはいたんだけど、うん、なかなか実行できないとか、言ったところで結構却下されてしまったりとかっていうとこはあったから、なんだろうね、なかなかそう自分が思い描いてた応援団を作るっていう風なところではなかったかもしれない、うん、現役の時は。だからそれに関する後悔が、まあ、今こう OB となって、まあ、そうだね、本当に見てる時に、うん、それってどうなってるんだろうな、そう、それをちゃんとやってあげたらもっと発展するのにな、そう、デベロップザ応援なんですね。それに関して僕異端がられるんですけど、応援段階では完全に、はいはい、でもめちゃくちゃネオだと思ってるんですよ。思うんだってなんか没個人というか、うん、もう組織のためにみたいな、そうです、そうです、あの黒子になれとか言うじゃないですか、ね、って言っときながらなんか団長になりたがる人もいる。そう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 、団長になりたがるのはいいと思うんですけど、団長って僕究極的にすごい考えた時にシンボルと考えてるわけですね、うん、団長について。最初に効果やりますよね、でエールやりますよね、で団長がいないと顔がダメですよね。だ団長って僕天皇さんでいうと国事行為のように、うん、決められたルーティンをこなす必要があると思うんですよ。で僕そこで考えたのは、団長確かに名誉かもしれないけど退屈って気づく、はいはいはい、で団長違うみたいな、うん、俺なったんですよ。でも団長とか団全体があるべき方向に行くというか、それをなんかこう言える参謀的な方がかっこいいって考えたんで、うんうん、であの団長ってさ、俺らあんまやっちゃいけないの、おこうあんま動いちゃダメというか、うん、最後に出てくる。あで俺結構動きたがりあれもやりたいし、でチェスで例えてみてください、はいはいはい、キングって全方向に行けるんですけど、うん、1マスなんですよ。そう決まってるよね。でもクイーンって全方向にクソ行けるじゃん。確かに基本的に副団長って俺ら像決まってなかったんですよ。団長はまあこうあるべきプラス思考でちょっとこう、うん、でもそんな出てこなくてみたいなのがあって、あんまけなさないみたいな、うん、でリーダー長はなんか悪いとこを見つけて言ってく、うん、でまあもちろん下級生を指導するからちょっと怖いと、うん、決まったゾウで副団長はゾウがないの。確かに俺のところ、うん、で副団長自由にやれるし、うん、で俺は太鼓もやりたかったし、旗も持ちたかったし、応援もすごいしたかったし、駆けずり回りたかったし、下級生と飯とかも行きたかった、うん、で、やめないようにこうフォローしたりとかっていうのをすごい考えて、で最初から副団長になりたいって言ってた、ずっと。で、まあもちろん1年生の時に憧れた先輩がいて入ったんだけど、うん、その先輩も副団長だった。で、いろんなことをやっぱりサポートしてて、その団長、リーダー長を日本一にするって言ってやってるの、かっこいいじゃん。自分、でも確かに副団長が強かったらさ、団強いじゃん。確かに強い。だから麦わらのチームでいうゾロ、うんロジャーのとこでいうレイニー、レイニー強えじゃん、強い、みんな服が、服強えの大事だなと思って、うん、で俺服やなろうってなる。でそのアックも団長にしようって考えて、でアック、まあ、ユーマもリーダー長だと思ってたけど、そこら辺を要はなんかあんま多かったけど、そのやっぱ、まあ、それでそいつらをちゃんとこうなるようにやっていきたいなって思った、うん、で俺副団長になる、ちゃんと自分で決めて全部やったわ。あ、やった。それを言うね、うん、副団長になる、なる。で俺副
副団長になって、まあ、そのしっかりそいつらをあれする。でも時効のことこれ微妙だったなって、まあ、反省してます。なんでかっていうと、まあ、チアとかそういうところのバランスとか結構俺調和苦手だからまあできるけど、そんななんかこう同期急になんか4年生になってタブとかが幹部会だなんだとか意見とか言って、お前ら今も何してるどこいたんだよみたいなやつらが急に言ってくるから、なんかいいやこれと思って幹部会うざとか思ってた、思っちゃった、ダメだったんだけど、副団長になって俺やろうとしたことが下級生をしっかり面倒見て、俺がそのカリスマ性を出して二校からヤバいやつを入れるっていうのが俺にミッションだった。1年生の時、俺だってその時の副団長を見て俺入ってるから、ああ そうか、それを俺やんないとタスキを渡せてないじゃんそうだね。でそれを一個決めたのね、うんうん、でもう一個、まあ、それは自分で自分でっていうよりは結構みんなも言ってくれた部分だったんだけど、連盟委員長ってなった、東京道具大学応援の連盟と。二つ目のミッションはちょうど日比谷公会堂っていつも使ってる場所が使えなくなった1年目だったのね、俺の時に。だからその会場をちゃんと見つけて6期をまずちゃんとやるだけ、そこだったのね、だけ、まずはそこだった。6期やるだけ、本当に3年の時俺寝込んでんだから、会場を見つかんなくていっぱい断られて、でその2つを決めて、あれに決めて1年間やってた。で実は3年生の時から準備してて、勝手に2校の野球部となんか LINE とかして、あのなんかもう緩い感じで俺教えいくよっつって、夏大でチャンスこそやりたいっしょっつって、行って二校のベンチ外れた20人ぐらいに応援教えるわけ、で最後の日にちょっと怒った、お前らダメだよ、満足してるっしょ、そしたらもういい応援できないよって話して、後味悪いけどバイバイした。でそこでなんかめっちゃやる気あるやつが2人いて、団長とリーダー長なんだけど、そのリーダー長ってやつがなんか演歌やっていいですかとか、覚えたんでとか、高校生の方行くの、いいよ若き残りやっちゃえよとか言ってそそいつが夏大終わって連絡来た、最後にああやって言ってくれてありがとうございましたみたいな、ああやって言ってくれて、いろいろ思いましたみたいな、で最後いい応援できて終わりましたと言ってきてくれて、あ、ありがとうって。でつきまして自分は法政大学入学して応援入りたいんですけど今俺の4年の1年になる予定、3年の高3だから、で来たわけで、お俺のでこいつ考え方いいと思ったから、俺は応援とかそういうのほんと全てに対してこいつ入れたら俺は4年生でやろうとしてる仕事ができるってすごい思った。でもそこで尋ねて面白いのが彼に対して OK っつって、でなんかできることありますかって高3からもう来たわけ、俺は彼に対してもう死ぬほど遊べっつって髪染めろみたいな、引退してさ野球はちょっとツーブロとか伸ばして髪染めスノボ行けみたいなすげえ遊んどけみたいな、でそれでも大学に入って、そしたらお前はどうせ遊んでも何も得られないっていうか、なんかこうなんか虚しいというか、それで4年間それやってもしょうがないって気づくと、でお前それに気づいて4年生入学して入ってきた時にもう一回俺んとこ来いって、俺4年生いるからって言ってバイバイした。そしたら4月に、まあ、入学式あたりとちょろちょろとしてるのが見えたんだけど、ちょっと茶葉が3年のやっぱ来ねえかもなみたいな思ったんだけど、うん、なんか2日3日後ぐらいになんかちょっとスポーツ狩りになって前に来て、決めましたみたいな言ってるから俺はこう決めたかっつってそれはまあ杉山っていうやつでこの前あの卒団したんだけど、うんうん、オレンジで終わってやっと喋ってしたら先輩のおかげでマジでやれてって、あの大輔君っていうね、この前引退した副団長だったのかっていう、統制と副団長っていうちょっと僕とは正反対あれになってたんだけど、それでまあまああとそれで僕はすごいもうやりきったと本気で思えてて、だからなんかこう変な未練とかもなくて、連盟に関してもよかったって思ってるっていう、いやいいねパティーンパティーンね。それが達成できたできなかったとか、どういうふうにそれをやろうとしたのかとか、結構振り返った時にそこまでその内容濃いものできるかどうかってやっぱ大事だなって思って、そうだから本当下級生の頃はかっこいいから団長とか、かっこいい演舞この演舞やりたいからリーダー長とかでもいいんだけど、そっからその先本当に実務というか団を運営する側になってからはめちゃめちゃ考えないといけない。そこからだよね。そっからそこから本当に始まると本ちゃんだと思う。そう、そこをやってほしいね。やってほしい。いや、いいメッセージだわ。それはしかもそれを評価するのって、まあ、自分でもねやってやってないってのあるんだけど、後輩だと思うんだよね。
はい、後輩が、後輩たちがあの時のあの代のあの先輩方がやってやってて、その下で自分がやれてよかったって言ってもらえるのは確かに嬉しいなと思うね。そう、それは胸が痛いです確かにね。いやなんかまあ見てるもんね、うん、後輩は見てる、誰にでも後輩がいて、そういやすっごい面白いわ。まあ幹部役職についての話、役職そこからがスタートっていうメッセージだね山ちゃんの話でした。ありがとうございます。